ャミング中はレールガン本体への攻撃はもちろんロックオンも不可能だ。電子攻撃システムを全て破壊しジャミングを解除。その後本体への総攻撃をかける。まずは電子攻撃システムを全て破壊する。レールガンの攻撃、空が覆われる。以前よりも発射頻度が上がっているぞ。着弾予想地点をレーダーに送る。赤く塗られたエリアが爆発の影響範囲だ。レーダーに表示される危険海外ではたとえ高度が低くても破片の飛弾を免れない。危険エリアから離脱しろ。電子攻撃システムは4エリアに分かれて配置されている。電子攻撃システムへのロックオンは不可能だ。機銃もしくは浮遊導弾による攻撃を行え。繰り返す、ロックオンはできない。機銃もしくは浮遊導弾を使用して破壊しろ。レールガンは後だ。レールガンへの攻撃は電子攻撃システムを全て破壊した後に行う。各機分散してこれを破壊せよ。また上空には熟練の飛行隊からなる防衛部隊を配備している模様。敵航空機にも注意せよ。この作戦は航空部隊による強襲作戦。区域内を飛行できる時間は限られている。その間に壊滅的なダメージを与えろ。残り1エリア、残り時間あと4分。破壊を確認した。君たちには特別な称号が与えられるだろう。